さあ私ボイストレーナーがカラオケに行った時に気にしていることシリーズ化して皆さんにいくつかお届けしておりますけど今度はですね歌う時にマイクを皆さん持つと思うんですけどそのマイクを持つ手の話です気にしたことありますか皆さん私はすごい気にしますどっちの手で持っているかで結論から言うと私は左手で持った方が 音が安定して歌えるような感覚が確実にあります。これはね。逆に右で歌うとですね、音程はそんなにカチッと取りにくいんですけども、気楽には歌える。うん。で、これは、まあ皆さん本当それこそ個人差があると思いますけれども、一般的に私がこうテレビでいろんな歌手の人を見てる場合ね、たい傾向というのがあるなというふうに思うんですけど、聞き手の逆で 持っていいる方が結構プロが多いと思いますよだから右利きの人は左手当然左利きの人は右手という形になりますけどなんでこういうことが起こるかっていうと音程を取るという感覚はねすごくやっぱり空間的な話なんですね音感というのは、まあ、あの採点とか見たらねこうバーが出てきますけど歌ってる側からするとやっぱり感覚の問題なんですよねだから音程が上がったりする時にこう手とかで上げてみたり下げてみたりとか 大きく出すときには手を前にやったりとか、ね、高い音を伸ばすときには、うわーっと手を大きく広げたりとか、この手の動きによって結構、ね、音程というのは、ね、取りやすくなったり、憎く,くなったりすると思うんですよね。はい、私ずっとマイクの手を持ってました、これはね、無駄に。<laughs> そうなんです。なので、あの自由が利く方が、自分の聞き手の方がそういう,こう動かし方が自由にできる、じゃないかなと私の まあ経験上とあとねいろんな方を見てる時にそういう傾向があるんじゃないかなという傾向の話ですただね生徒さんたちに聞くとどっちの手でいつも持ってるって聞いてもねえそんなに気にしたことないですっていう子が結構多いんですけど多分プロの人は気にしてると思いますだから普段持ってない手で持ったら歌いにくいという感覚がねきっとあるんじゃないかなと思いますので、えー、皆さんがカラオケで歌う時もですね試しに この曲は左だけで歌おうとか、右だけで歌おうとか、やってみてもらうと、あれ意外とこっちの手の方がいいかもっていうのがきっと出てくるんじゃないかなと思いますので、ぜひその辺もね、えー、試しにやってみてもらうといいかもしれないです。だから今まで音程がうまく取れなかったよって人も、もしかしたら聞き手の逆で持ったら綺麗に取れるかもしれないということです。なのでちょっと皆さんね、覚えておいていただくと、うまく歌うヒントになるかなというお話でした。